こんにちは。今日は今からお買い物に行きたいと思います。来週北海道に旅行に行くので3泊4日で、なので必要なものがいろいろちょっとあるなと思って今買いに行こうと思ってるんですけど、そのついでにちょっと動画回してます。で、昨日もいろいろ買ったんですけど、まだちょっといろいろ必要なものがまだあるなと思って、また足りてないのでこれからいろいろ回って買ってこようと思います。はい、まずはお財布にお金が全然入ってないので、銀行の ATM に行ってお金を下ろしてくるところからです。下ろしてきた。なんかトイレ行きたい。おトイレ。今から買い物に行くぞ。はい、まずは電気屋さんに行ってモバイルバッテリーを買ってこようと思います。モバイルバッテリー全然わからないんで、とりあえず行って見てきます。お腹すいたんだよな、ご飯食べたいな。なんかこの車の中でスマホ固定できるやつってなんかないのかな、探してるんだけどなかなかないんだよね。もし何かあったらおすすめ教えてください。はい、無印で買い物して、あとはローソンに行って靴下を買います。あとはちょっと携帯用のジュエリーケースが欲しいので売ってるとこ探したいと思います。はい、無印ではこれ買ってきました。これは開いてる。この中にシャンプーとかコンディショナーとか、あと化粧水とかクリームとか、あと髪の毛縛ったりするゴムとかクリップとか、そういうのをまとめて入れとこうかなと思って買いました。これメッシュになってて、あとここに服がついてるのでこうかけとくことができるみたいです。はい、これなんかテレビでやってたので、なんかね最初なくてもいいかなと思ったんですけど、やっぱ
やっぱりいろいろバラバラになっちゃうと面倒くさいかなと思って結局買いました。モバイルバッテリー買ったついでにお店があったので、はい、やっと全部行ってきました。あ、ローソンに行くの忘れちゃった。ローソンの靴下買おうと思ってたんだけど、もう今日はいいや、もう疲れちゃった。あとはこれはアクセサリーケースなんですけど、なんか探し回ったんですけどこれしかなくて唯一で、これはこういうとこに指輪を入れてこうしまっといたりとか、あとピアスとかここにネックレスをかけてこうしまったりしておけばなくさないし、ネックレスが絡まることもないし、指輪がぶつかって傷ついたりすることもないので、はい、よし、とりあえず全部かな、全部揃ったと思うんですけど、あとローソンの靴下忘れちゃったんで、またそれは別な日に行こう。来週だからまだ時間は少しあるので、はい、じゃあこんな感じで今日は旅行に行くために必要なものをいろいろ買ってみました。はい、ではご視聴ありがとうございました。また明日かその次あたりかにパッキング動画もちょっと撮ってみたいなと思うので、もしよかったらそちらも見てください。じゃあまたねー。